今日はですね、一応2つテーマがありまして、まず1つはiFiUS 本社ですね、そちらの新しく CEO に就任しましたマットというものがおりまして、もうすでに皆さんのお席でいろいろ話したりとかしているのを見たんですけれども、マットの方に。 Hello everybody. Hello. I would like to welcome you to the iFi meetup. My name is Matt.私の名前はマットです。乾杯。突然来たな。Closely. Hello. Much better? Good? Okay. I joined iFi about 6 weeks ago in April.マットの4月10日に iFi に、入りたての新人です。I was with Roxio for about 5 years before joining iFi. その前、Roxio というソフトウェア会社で5年ほど働いてました。And like you, we love photography. 皆さんと同じく、私たちは写真が大好きです。Anytime there's a special moment, a wedding,When you want to take an up-close shot, a special time with a child, or in a sporting event where there's a lot of movement, the smartphone does not do the job. で、ここにあるように子供たちの写真とか、結婚式の写真撮るのにスマートフォンでは不十分だというのは皆さん分かっていると思います。So that's why we're giving you a Mobi card tonight. I hope you will take the time to try the product out, share it with your friends. And, 皆さんに、モビカードを差し上げます。で、定価はですね、8ギガが4980円で、16ギガが7980円で、まだ販売してないので、例えばヤフオクに出たらすぐ分かります。金曜日までヤフオクに出さない方がいい。どれに通訳だ。これだから。乾杯。タネちゃん、よろしくお願いします。まずタネちゃんの方からご自身の自己紹介をしていただければと思います。改めまして、こんばんは。ルクレアイドル社員の宮本志乃といいます。タネが目を出す種子島出身なので、タネちゃんと呼んでください。普段はですね、私は総務部に所属していて、今後ですね、iFi さんのアプリの紹介動画に出演する予定なので、こちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、はい、さて、シールを剥がしてください。はい、シールを、シールを剥がします。あ、8だ。やった。お、すごい。8だ。お、なんだよ。はい、8 is good too. Thank you. 8 is okay. Another 8. There we go.まあ、末広がりなんで、なので、今日ブログに書いていただく方にはですね、ぜひモビカードで初めて撮る写真は、このカードの裏にあるこのコードを取っておいていただければ、カードの中にも残るし、ので、iPad 持ってきてるから、iPad に切り替えようっていうときに、カードの中にあるこのコードを iPad に入れれば、それでもう、iPad の iFi カード、素早くどこからでもっていう話があったんですけども、そもそもカメラの起動がもたつくとですね、いい写真っていうのはなかなか撮れないんですが、GR というのは非常に気持ちよく、お撮りいただくことができます。はい、ということでですね、すでにもう、iFi カードがカメラの中に入っております。そしてですね、これ、ネットワーク設定ね、iPad の。iPad を今日は、受け側の端末に使いますけれど、iFi カードを見えました。あらかじめ設定したので、これ選びます、通信。で、ネットワーク選べたらば、iFi アプリ。
いきます。はい、そうすると今ねグリーンになりましたね、このボタンが。よいしょ、うん、早い早い早いよこれ、すごい早い。ということでもうすでにこういう風にね写真がどんどん入ってきたわけです。一瞬です。はい、ちょっとねこうやって、はい、ミラーレスでムービーを撮ってみたりとかね、こんな感じで止めるでしょ。はい、でまた写真を撮ったり撮ったり撮ったりします。はい、読んでます。早えな、もうなんだかな。ほらね、表示見た？ AVI になってるでしょう。これ動画読んでます。動画もね飛ばせるんですよ、 Wi-Fi で。これ嬉しくない？かなり僕的にはいいねと思ったわけですよ。2本目ね、こんな感じで、でまあこういう感じでどんどん今撮れたものがね、ほらあった、カメラマークついております。でまあ見るとですよ、ちゃんと動画来てるじゃん、これ、はい、ほらちょっとねこうやって動画来てるじゃん、はい、ね、いいでしょこれ、ね、これはちょっとね私は衝撃でした。これは一覧こんな感じに使えるんですよ、ということですね。大変便利なカードです、これ。びっくりしました。早いし、簡単だし、接続もね、すごい簡単なんですよ。Wi-Fi モビの、パッケージ、ですね、パッケージの内側パッケージ、これのブリスターの部分の裏側にですね、接続用のコードがあるんですね。それを、Wi-Fi で、例えば iPad と繋いだときに、iPad 側の方で、Wi-Fi 繋いだときに、パスワードを求められるんで、そのパッケージの裏のパスワードを入れてあげると、たったそれだけでね通信ができてしまうという、それだけなんですよ。超簡単でした。そのね迷うことがない、設定が楽、そして今見た通り早い。外の撮影でねどんどん撮って、でなんだかんだ言ってもカメラの液晶ってまあいいところ 3.5 インチとかまあそれくらいだと思うんですね。でそれで確認できる範囲とそうじゃない部分と細かいところねありますから、そういう場合はこれを使ってパッパとその端末、iPhone とか iPad、 特に iPad なんかはね大きい画面で確認ができるので写真便利だと思うんですよ。そういうのでね、その場でいる写真いらない写真をどんどん選んでいらない写真削除していくみたいな運用をするとですね、お家帰ってからの手間がない、いい、すごくいい、便利で、もちろん、転送したデータっていうのは、iPad なり iPhone なりに、保存されますけれど、この中にも保存はされていますから、もし万が一何かあっても、端末側かカード側、両方に同じデータが入ってますから、サルベージすることも簡単です。すごくね、メリット大きいと思うんです、そういうの。その場で作りたい、それからと、その場で、確認をしたい。あとは、旅先でね、みんなで大きい画面で見たいとか。SNS で、その場で、綺麗に撮れた、カメラの方の写真をみんなに見せたい、そういう用途にはねぴったりで、それでねなんだかね1万円とかしないんだよこれ本当に、確かね、これの8ギガの方でね、6000円切ってます。はい、16ギガの方で、8000円切ってたかな、それくらいのお値段なんで、これ買いでしょ、うん、買わないとこれ、うん、で、まあ、買う前には皆さん iFi の、ホームページに行って自分のカメラが対応しているかどうかを確認してみてください。そこでご紹介したのはこれ、iFi カードの iFi モビ、8ギガでした、うん、イベント楽しかったし、言うことありません、使いましょう。もともとね古いのもずっと使ってたんですけど、新しいのいいです、買い直しもありかもね。ということで、カレーですね。ハッピーでした。バイバイ。ここに貼ってあったらよかったね。バイバイ。とか